はい、いつもありがとうございます。この度皆様のおかげで私たちの本を出版することとなりました。4月7日日曜日には皆様に直接お会いして本の渡しをさせていただきます。もちろん顔出しとなっております。このチャンネルがねあるのも本当に皆様のねおかげだと思っております。ぜひ直接皆様に感謝の気持ちをお伝えできればと思います。どうぞ皆様にお会いできるのを楽しみにしております。こっち岡山ですか。ラスク。そう、可愛い入れ物が。うわ迷うな。じゃあこっちで。こっちで。はい。
まあ、それ。岡山に帰ってさ、うん、なんかまたちょっと岡山のものが欲しくなって、なるほどね、行ってきた今日は。やってきたんだ。うん、すごいね、いろいろ。今日はね、これと、ほうほうほう、フォローうどん、いいね。牡蠣のお好み焼きを食べましょう。牡蠣、牡蠣、牡蠣、うん。なるほど。あの、果物。うん。なるほど。なんかうまそうじゃねえ、これ。ね、うまそうだね。ああ、なるほどね、そういう感じね。めっちゃ美味しいね、これ。なるほど、バターとマーマレードだ。レモンのマーマレードか。うまー。綺麗だね。綺麗だね、めちゃくちゃ綺麗。ゼリーみたいな。あれあれ二つ目の、あれ、うん、うまい。美味しいよね。トマトのジャムとしたらうまいな、これ。トマトじゃないよね。すげえ。シャリシャリ。ちょっとこれ気にならない。気になる。チーカマみたいな形してるよね、これ、ね。あ、本当中がザラメだね、これ。中砂糖だ。酸っぱい。うん。うん。ああ、なるほどね。美味しいよ。まあ、え、待って。周りが魚のすり身。で、すり身と、周りがすり身で、魚の。うん。だからレモンなんだ。ね、だからあの、チーズ、面白い。チーズの皮じゃないんだ。うわ、これ買ってよかった。チータラだ、うまいな。美味しい。チータラじゃない、レモタラ？レモタラ？うん。タラだっけ？じゃあ、私、玉ねぎする。はい。ホルモン、これです。これはもう茹でてあるから、うん、あ、このぐらい、うん、もっと、うん、ちょっと具合が分かんない。しかも洗うのかな、どうすんだろう。これはこれレンチンする。レンチンする。何玉？結構くどんだな。みんなお好み焼きもあるよ。うん、3玉4玉よ。そうね、そうね、そうね。うん、3分ぐらいとこうか。はい。で、その、さらに、別の、あ、でもそれ生地と混ぜるんだよね。混ぜる。だから、生地はまた別に出すから。最高買ってきて。今日はさ、ちゃんとしようよ。なんか美味しく作りたい。いいね。マジで測ってんの、これ。うん。マジで。で、これを置いて、うん。もう広がんない？うん、え？これでいいの？もちろん、違うけど。こんなことある？砂糖って書いてあるわ。砂糖？大さじ。砂糖入れるんだ。ね。はい。で、250？ うん。いくつ？250で、うん。140、140、150、160、まだ。見て、もうあと1！あと1！ 3250、いった今。ちょうど。どうすか？もうちょい行く？うん、800行こう。今日さ、ちゃんとしようよ。なんか美味しく作りたい。ほぼもないよ。全部使うもん。今日さ、ちゃんとしようよ。なんか美味しく作りたい。ちょっと多いかなと思った。美味しいよ。美味しい。美味しくない。
でもっともっと見てもっと、ああああちょっと多かったな。こ見てこれコーンフレークみたいな感じになってる。わあ本当だ。あ見るよこれ。今日のメインがこれです。カキいいね。結構入ってるよこれ今。いいね。そう上からかけるんだ。二重にする感じだと。カキとだからキャベツ。そっちでホルモン。あこれね。ちょいじゃないかな。もうちょいか。もう3分ぐらいこうよ、はい。結構な量だね。大丈夫かな？いやいけるいける。はいよー。行きます。残りの。もうちょい。もっともっと。これすごいな。もういいや。変わんない。うん。いや、こいつをね、あのこう食べてだけのやつ。いっぱいいきます。うん、で、伸びてる。うん、で、あ、クリーム落ちる。あと、とろとろの生地。とろの生地。わ、マジで怖いんだよ。え、立ってやる？ちょっと怖いわ。俺がやろうか。いや、これちょっと無理かな。いや、きつくね。よし、行くぞ。せーの。ナイス。あ、お皿の方、お皿の方。ナイス、ナイス。ネギドバンして。そうでしょ。お待たせしました。いやーすごいね。岡山名物。よし、ホルモード楽しみ。楽しめた。はい、手合わせてください。はい。いただきまーす。いただきまーす。いただきまーす。これ切ってもらっていい？はーい。ちょっと。わお。いけいけ。どうだった？やったよ。ありがとうございます。はい、意外だったら確かに。すごい。普通の後で。かきお好み焼きでしょこれ。かきおこ。いや、ダメが違うね。味する。もちもち。とろろがしっかりでね、これ。もちもちだ。うまっ。うまーい。え、今までで一番うまいかもしれない。ね、うまーい。キャベツがうまい。これ絶対やってほしい。うん、うまっ。これうまいんだよね。うまい。うん。おぼこ、めっちゃうまいじゃん。これめちゃくちゃおすすめ。だってこれ昭和47年からやってんだって。あ、大丈夫。ちょっとみんなに言ってなかったけど、はい、本社に行くことになりそうなんだよ、ね。こう、すごい。まあ、で、遠くなる。遠くなるし、うん、帰りもめっちゃ遅くなるし。ああ、忙しいんだ。そりゃそうだな。そうなるとさ、うん、休みも結構。減るし、まあ、ちょっと考えてみんなの意見も欲しいなと思って。なるほど。うん、お父さん次第だったね。まあそうだけどさ。今の手だって正直10万人であるならまあいいんじゃないかなと思うけど。ね、うん、今の生活で十分じゃ十分なんだよ。じゃあまあ。まあ、みんなとさ、こうやって入れる時間ってすごい希少だと思うし、あと言ってもさ、もう何年もないじゃん。そうだね。難しいとこだな。ほんと悩んでる今。まあ、そのお客さんが本社に行ってさ、うん、例えば出世して、うん、地位とかお金が欲しい、それがないんだよな、あんまりな。欲が。偉くなりたいと思ってないからさ、昔はね、すごい思ってた。なんか意味も分からず偉くなりたいと思ってたけど、じゃあみんなはさ、うん、じゃあお父さんどうなったらいいと思う？いや、一番楽な選択をしてほしい。楽な選択か。いや、ないと思うけどね。うん、その中でも、うん、どういうか、お父さんのその生き方が、うん、辛くない。辛くない。ここでもし、うん、やんなくて、うん、その、なんだって、後々後悔、ね、うん、するんだったら、だった方がいいし。後悔はね、多分しないと思う。やっぱいろんな生き方があることを学んだから、なんか昔ってさ、仕事をして偉くなってお金を稼ぐしか頭がいなかったけど、うんうん、
今なんかみんなと結構こうやってさいるようになったから、うん、なんかそういうじゃない人生もいいなってすごく今思ってるよね。でもそれはみんなといるから、そう、うん、でも逆に今度一人になったら一人で旅をしてみようとか、自分の分だけ稼げばいいから、お金も、はい、まあ、くれるのはお父さんだよね。当たり前じゃないですか。当たり前だけどさ。じゃあ最後にさ、一つ。お父さん、再婚してほしいと思う、みんな。欲しくない。欲しくない。欲しくない。まあ、ご自由に。ご自由に。まあ、俺はまあ、もう多分、もうね、一緒に住むことはないもんね、その人は。多分ね、うん。いや、もう、うん、やろ。そうだ、君はもうしばらく住むからね。なしで。なしで。いや、どっちにしようなしで。うん、まあでも、うん、再婚したなら、うん、関わらないだろ。聞いて。別に。それお父さんに関わらなくなるってこと？お父さんじゃなくて。その人と、うん、あ、まあそうだよ、ね。でも話は聞かないと思う。うん、まあ、正直言うと、うん、多分お父さん一生結婚したくないと思ってるから、うん、一人でさ、みんなでこうやって自由にやってるのがさ、うん、すごい今いいんだよね。やっぱ一人旅に行きたいなら、うん、一人旅、うん、いいね、どう思う？ってこと、いいよね、うん、行きたいなと思ってるから、うんうん、インスタグラムで今上げてくれ。そうだね、うん、お父さん今ここにいますってさ、インスタでみんなやるからさ、うん、3人暮らしでいいんじゃない？これちょっと3人暮らし、ああ子供3人暮らし、へえー、面白いね。絶対家ぐちゃ家ぐちゃぐちゃになるよ。だから誰かが、そしたら帰ってくるわ、旅から旅からフラッと帰ってきて、うん、片付け来たよってそしたらまた旅に出るみたいな。よし、ちょっともう一回行ってくるか。でもそんぐらい楽に。面白いよね、そういう人生もね。え、俺のやってたこれ。やろ、はい、きます。最初はグー、じゃんけんぽい。よし、やねんか。いくよ。最初はグー、じゃんけんぽい。ありがとうございます。ありがとうございます。爆速で終わらせるから。はい、手合わせてください。はい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。めっちゃテンション低い。よし。よーし、みんなお疲れさん。はい、お疲れ様です。3、2、1、バンチ。やめて、一人で楽しんで勝手に盛り上がらないで。